谷さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。フォーティーと暑かったですね。暑かったですね。いい大会でしたね。本当にあれはもう格闘技ファン、ライジンファンじゃなくても、格闘技ファンでも格闘技ファンじゃなくても多分最初から最後まで見てて飽きない試合だったんじゃないですかね。飽きない大会、素晴らしい大会だったんじゃないかなと思います。前評判高かった選手たちがやっぱり強かったっていう圧巻のパフォーマンスを見せてくれたのはさすがですよね。でもこの大会、1個ちょっとドヤ顔したいんですよ。ちょっとどうやっていいですか。あの前のチャーリーガイドの時にその Ryzen48 の全選手の平均フィニッシュ率を出したじゃないですか、はい、フィニッシュ数が11試合中8試合、はい、これ統計出すと 72.7% なんですよ。データは嘘つかないんですよ、はい、まずやっぱダウトベックね、あの電話で私の試合1試合にしろ、本当に岩石パンチ当てやがったっすね。本当にちょっと大会終わった後に社長から怒られました。ダウトベックとシェイドラフマイク長すぎ、あ、すいません。まあ、でも彼らね、ちょっとあのまだ無垢なので、はい、これからちょっとライジン色に染めていきたいなと思います。僕が気になったもう一つがあった、その元谷選手がすごかったですね。あ、お見事。キャリアこの段階でまだ伸びていくっていうのはすごいことだと思いますし、はい、本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。もうただただ感心脱帽ですね。井上選手も強かったですね。キム・スーチョー選手のパーフェクトレコードを、日本人パーフェクトレコードを崩しましたね。井上選手にはこう新しい新バンタム級チャンピオンとしてこう絶対的なこうチャンピオンって安心感を与えてくれるファンとかに安心感を与えてくれるような存在になってもらいたいですよね。サトシ選手なんかはもう絶対的な安心感以上のものになり続けてきてるので、この先どうしようかっていうのはこう悩みの種ではありますけどね。でもそわそわしていい大会でした、はい。皆さんこんにちは、チャーリー柏木です。11月17日に、まあ、ライジンにとっての新アリーナポートメッソ名古屋で開催されるライジンランドマーク10 in 名古屋、元ライジンフェザー級チャンピオンのブガール・ケラモフが紆余曲折を経て今回メインイベントで真島和正選手と対戦します。そしてトニー・ララミン、アリビク・ガジャマトフなどライジンフライ級の4試合の中に新しい外国人選手も入ってきて、これからフライ級がどん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 面白くなってくる、それを占うような4試合が組まれていますので、そこにも注目したいですね。さらに庄司選手や浜崎選手など怪我からの復帰戦、いろんな角度から楽しめる注目のカードが揃ったと思います。上から下まで目が離せないカードが目白押しの今大会について解説していきたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。じゃあ早速いきましょう。アラン・ヒロ・ヤマニハ VS 山本聖吾。ヤマニハ選手はちょうど1年前の名古屋大会のメインイベントを務めてるんですよ。でしかも勝ってるんですよね。対する山本選手は実に3年8ヶ月ぶりの復帰戦のね、ライジンに戻ってくるんですよね。今現在、韓国のブラックコンバットへ行って今3連勝中3フィニッシュでライジンに戻ってきた、凱旋してきたっていう形になりますので、ね、こちら山本選手もレギュラー参戦していくためにはここはぜひインパクトを残していい勝ち方をしていきたいんじゃないかなと思ってますので、インパクトを残してみんなに覚えてもらう、そういったパフォーマンスをしなければいけない課題なのかなというふうには思いますね。おそらくこの試合は多分リーチ差がキーになってくるんじゃないかなと。で、ヤマニハ選手は当然強打も打って倒せるパンチ持ってるんですけれども、やはり盆栽柔術のやっぱり寝技も強いですよね。で、山本選手からしたらこれ寝技に持っていかれたらちょっと不利になってしまうということで、これは攻城戦対籠城戦っていう、山本選手は城を守る、山本選手はなるべく距離を取りながらリーチ差を生かして打撃で勝負をしていきたい、対する山庭選手はその城に入っていきたい、攻城戦攻める側ですよね。城門を破るものと守るもの、そういった試合展開になるんじゃないかなと思います。ここの距離感の部分に注目しておけば、山庭選手が懐入った時におってなるかもしれない。じゃあどんどん行きましょう。北方大地 VS アリベク・ガジャモトフ。フライ級の一戦で、まあ、自ら掲げた堀口教授包囲網の、試合の一つになるんですけれども、ガジャモトフ選手からいきましょう。これはまた初参戦の、ダゲスタンからの資格になるんですけれども、なんとまだプロ4戦しかしてないです。対する北方選手はプロ33戦やってますんで、この経験値ってどうなんだと思うかもしれないんですけれども、ガジャモトフ選手はアマチュアの方でかなり経験を積んできてですね、
本人曰くです、まあ、大体100戦から200戦やってると。なるほど。100戦から200戦ってどんだけ差があるんだって話なんですけどね、はい、プロ4戦っていうここの数字で騙されてはいけないのかなと思います。何よりもまあ出身がダゲスタンなんですね。ダゲスタンって、まあ、みんなレスリングっていうイメージがあるんですけれども、実際話を聞いてみるとレスリングが人気というか、まあ、すごく流行っている地域があれば地域によって違うらしいんですって。なのでガジャマトフ選手は結構山岳地帯の方で育ったらしいみたいで、そこはやっぱりサンダがすごく盛んで、近所にある、まあ、本人はまあ村で育ったんですけども、その村の中であるジムがサンダだったので、まあ、サンダから始めて、どういうものなのかやっぱり実際蓋開けて見てみないとわからないので、まあ、でも対戦相手はもう北方選手はもうパンクラスの元キングオブパンクラシストで、まあ、ストロー級なんですけれども、本当にいろんな強敵としのぎを削ってきた猛者なんですからね。技術もあるし、テクニック、経験、すべて持っている。そして何といってもやっぱファイト IQ が高くて戦略を立てるのがうまいですよね。そしてやっぱりこう新規参戦の外国人選手ってやっぱりどうしても情報が少ないので、手合わせをしてみてそこからどういうふうにこの選手を攻略していくのかっていう部分が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、次、村本雄太郎 VS トニー・ララミ、新しい新規外国人で、非常にキャラの立った、非常に個性的なメッセージを送っていただいてですね、あの本人とってもあのやる気でやる気満々で日本来ますので。ビザの写真は どうでした？あ、撮りましたよ。無事に入国できそうです。トニー・ラナミーはどんな選手なのかと言いますと、何でもできるんですけれども、やっぱり打撃、やっぱり自分は強いんだ、自分は世界一の武器を持っているんだっていうものを本当にこう行動で主張が激しいタイプですね。電化製品とかなんか壊れたらとりあえず叩いてみるタイプですね。とりあえず行って殴ってみる、でダメだったらもう一回リセットしてもう一回行ってみるっていう、だからとにかく前へ前へ出て自分から勝負を作っていく、自分から流れを作っていくっていうようなことで、まあ、とりあえず叩くっていうふうにまあ表現したんですけれども、でトニー・ララミーは今8連勝中、まあ、7連ボクシング入れたら8連勝中なんですけれども、8連勝してそのうちもう5個の K を持ってるんで、やっぱりいかにこうパワータイプのファイターなのかなっていうのが多分わかると思うんですよね。対する、村本選手、グラップリングがすごく強いんですよね。だけれども打撃におけるスタンドにおけるフットワークがすごく華麗で、軽快なフットワークとやっぱり動きが速いですね。フライ級っていうのはまあ最速な階級って言われてますので、ね、それを本当に体現しているのが村本選手じゃないかなと。どん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 前へ出るトニー・ラナミー選手を華麗な足さばきでこうさばいていく、本当にパワー対スピード、闘牛対マタドール、そういう感じの試合になるんじゃないかなと。はい、どんどん行きましょう。次、柴田モンキー優也 VS ヒロヤ、技タイプの柴田選手、そしてパワータイプの広谷選手、こう JTT に所属してこうたくさん注目を集める広谷選手はこうフライ級と思えないぐらいこうマッチョじゃないですか。すごいですよね、あの体で。この体でフィジカル弱いわけがないじゃないですか。もうムキムキが本気で抑え込んできたら動けないですよ。ただそことの相性がいいのがこういう技師の柴田選手なんですよね。ムキムキに抑えられても攻めれるんですよ。こう柔よく剛を制すっていう言葉があるんですけれども、パワーに勝てるのは柔軟性と技、それとも平野選手が圧倒的な圧でこう抑え込むと、ここが一つのポイントなんじゃないかなと思いますよね。ダイラタンシー現象って知ってますか？衝撃の硬いですね。あの片栗粉スライムなんですよ。片栗粉のこう濃度の高い、水溶き片栗粉、そこのまあ科学的なアプローチは僕は分かんないんで、それはもう伝次郎先生に聞いてください、はい、まあ、でも柴田選手はそんな感じだっていうイメージなんですよね。こうやっぱ寝技の人たちってこう自分たちの世界に引き込むわけなので、パワーの平田選手に対してパワーでぶつかっちゃいけないんですよ。だから柴田選手は平田選手に対して柴田スライム優也で行くと、それでヒーローに行くと勝機が上がるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。まあ一つのこのダイラ単身現象、これ覚えてくださいね。はい、はい、どんどん行きましょう。伊藤佑樹 VS イ・ジョンヒョン、これ両者ともにストライカー、そしてもう SNS でも早くもうやり合ってますもんね。もう会見から始まり、それに伊藤選手が答えて、なんかまだまだ続きそうな感じはしますけれども、ね、まあ、そういう部分で楽しみながらも、まあ、試合の解説をしていくと、伊藤選手は実はライジンで6勝1敗でむちゃくちゃいい成績残してるんですよね、
ここ勝って次のステップに行きたいっていう感じ。逆にジョンヒョン選手は、まあ、前回シンリュウ選手にいいところが見せれなくて負けてしまった。自分の良さっていうものを全面的に最初から出してくるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。だからイ・ジョンヒョン選手がどういう戦い方をするか、もう少しこうアグレッシブにいくのかっていう部分は注目の部分にはなりますね。この2人の打撃やっぱいいもの持ってますんで、勢いに乗ったら両者とも殺傷能力高いし、ものすごいフィニッシュに向けたこの嗅覚っていうのもすごい持ってますので、これ噛み合ったらめちゃくちゃ面白い打撃戦になると思います。ぜひ噛み合ってほしいです。やっぱり伊藤選手といえば、もうステレオタイプといえばもうギャンブラーですから、これギャンブラーは期待値の勝ち、期待値の高い選択肢をする、すなわち寝技ですよね。イ・ジョンヒョン選手にしたら寝技に持ってった方が当然自分の方がアドバンテージがあるわけなので、その選択をする可能性は非常に高いと思いますのでね。ただイ・ジョンヒョン選手は当然そんなことは分かってる、まあ、今回金網なのでリングとは違って多分立ちやすいと思います。イ・ジョンヒョン選手はもともと金網の中で戦うことに慣れてますのでね。だから伊藤選手は高設定を積もれるのか、高設定積もっても耳ズモードなのか、そういった立ち回りが気になりますね。まあ、パチンコとかギャンブルの話でこうネタにさせていただいてますけども、最終的に私が見たいのは名古屋大会終わった後に2人で乗り打ちしてるのを見てみたいですね。確かに、はい、それ一番見たいですね。いいですね。まあ以上がフライ級の堀口恭司本因坊の4試合8選手になるんですけれども、これ年齢言っていいですか、はい、イ・ジョンヒョン22歳、トニー・ラナミ25歳、村本雄太郎30歳、水戸勇気27歳、柴田文希優也32歳、広谷26歳、北方大地33歳、アリベク・ガジャマトフが23歳、平均は27歳です。若いです。27歳で何しました？ライジンに入社しました。マジですか？そのぐらいですね。僕仕事サボってサーフィンやってました次、白川ダーク・リクト VS マゲラム・ガサンザテ。ライト級のムサエフから始まって、フェザー級のケラモフ、ターライト級の、ラギモフ、フライ級のマムドフ、今度バンタム級にガサンザテで、このガサンザテ選手アゼルバイジャンのフリースタイルレスリングナショナルチャンピオンなんです。どっちかというとこうレスラータイプだけれども、すごく打撃が上手で打撃が好きなんですよ。で本人はヒョードルに憧れて格闘技を始めて、総合を始めて、ヒョードルに憧れてるだけあってパウンドが強いです。ビルの鉄骨の杭を打つこの巨大なドンドンとあれです。あんな音がします。じゃあ白川選手どうやって戦うんだって時に、白川選手はやっぱりボクシングっぽく伸びるストレートとパンチの回転が速いんですよね。だから打撃でいうと、まあ、当然ガザンド選手の打撃もいいですけど、当然白川選手の方がレベルは高いと思いますので、ここの武器を使ってどういうふうにガザンド選手をこう崩していくのか。あとは今回のマッチアップにとってこうを語る上で、白川選手は前回の試合も語らなきゃいけないんですよ。前回の試合はグラップラーヤチと試合したじゃないですか。あの試合がここで生きるんじゃないかなと思うんですよ。というのもガザンダズ選手はやっぱりフィジカルが強いレスラータイプの選手なので、当然そういう展開にはなると思うんですよ。ただ白川選手は前回1階級上の、しかも日本人の中でもフィジカルが恐ろしいぐらい強いヤチ選手とやってるので、そこの感覚っていうのはある程度試合中の感覚っていうのは肌で感じてると思うんですよね。あの時にこういう風にしたから良くなかったとか、そういう反省点をそのまま今回の試合に生かせると。さらにいくとですよ、こう白川選手は JTT のビリーコーチがいるじゃないですか、コーチビリー。彼はもうレスラー、コテコテのレスラーですので、このアゼルバイジャンのガザンダルのレスリングに対してどのような対策を練ってきて、サブストーリー的にはアメリカンレスリング対コーカサスレスリング、そこのちょっとしたあの裏テーマみたいなのがあるんですよね。もう一個勝負の流れを決める点が一つあって、これはライジンルールでやるっていうことが、キーポイントなんですよね。ガサンザテ選手はフリースタイルのレスラーですから、低空タックル得意なんですよ。すごくあの爆発力があるので、結構遠い距離からでも一瞬で入ってくるんですよね。だからこう中途半端なタックル取れなかった時に膝があるよっていうのがどれだけ体にこう染み込んでるのか。白川選手はサッカーボールキックでのフィニッシュとかありますので、ね、もう体にこのルールは染み付いてるわけなので、そこのライジンルールっていう部分がもしかしたら試合展開をとかその流れを一気に変える一つの要素になるのかもしれないというふうに思いますよね。今回2人も新しい選手がバンタム級に入ってきたわけじゃないですか。からこの試合の流れ、両者が生きるような試合になって、
とんでもなく面白いバンタム級の選手たちが2人入ってきたとなると、もう一気にライジンのバンタム級のマッチメイクも活性化する。妄想マッチメイクは止まらないですね。はい、はい、どんどん行きましょう。キム・ギョンピョ VS 倉本大吾、ライト級の一戦ですね。倉本選手も、ライジン初参戦ということで、すごく非常に期待が、ある選手なんですけれどもね。倉本選手も元シュート戦国ディープパンクラストーナメント優勝者のチャンピオンを倒してきてますのでね、すごく楽しみにしている選手ではあるんですが、相手はキム・ギョンピョ選手。ギョンピョ選手は強いですよね。強いですね。はい、この間はまあ負けてしまったんですけれども、まあ間違いなく強豪ですよ。この間の試合ではまあ打撃もすごく積極的に出して、打撃も上手くなったなっていうのはすごく思いましたんでね。リングネームというか、そのニックネームがレッドホース、はい、で自分のジムもレッドホース MMA ということで、本当にこう日本語にすると関戸場ですか、容姿 赤い毛と、まあ、赤い毛並みを持っている馬っていうのは非常に優秀な馬だっていうことで、こう贈り物とかだったりすごく喜ばれてたんですよね。で、まあ、三国志でいうと呂布と関羽が持ってたって言われているんですけれども、まあ、ここはもう関羽の話をしましょう。中国語のことわざで野蔵爆上っていうのがあるぐらい、この関羽の負けた戦争っていうのが有名なんですよね。キム・ギョンピョ攻略法は歴史に学んで三国志を読んでください。分かってますよ。どうせ早くにしたんでしょ、どうせ早くにしたんでしょ。で、まあ、これだけで終わりじゃなくて、こう倉本選手は柔道出身なんだけども、やっぱ打撃うまいんですよね。上半身がすごく柔らかくて、リーチが長くて、相手がそれを嫌がって中に入った時の膝がも、膝っていう武器も持ってるんですよね。なんか JTT ってこう膝を教えるのすごくうまくないですか。確かに朝倉未来選手もそうだし、朝倉海選手もそうだし、この倉本選手も膝をものすごく有効に使ってますね。まあ、そういったお互いの武器をどのように使ってやっていくのか、倉本選手は両毛になれるのか、なれるのか。はい、じゃあ次、浜崎彩香 VS 新百合。浜崎選手が久々に帰ってきました。2年2ヶ月ぶりに戻ってくるんですよ。この2年2ヶ月の戦線離脱っていうのは、浜崎選手の長いキャリアの中でも初めてなんですよ。それがどういう風にパフォーマンスに影響するのか。で、新百合選手って、まあ、韓国人ファイターで、浜崎選手が今ライジンで負けてる選手はハムソキ選手、パクシュー選手、韓国人ファイターちょっと苦手意識芽生えてる。浜崎選手がまあ苦手としているタイプはフィジカルの強いファイター、自分の持っている技を力ずくで抑え込んでくるやつが苦手なんです。新百合選手はそこ全部持ってるんですよ。フィジカルの強さ、そして驚異的なスタミナ、今まで浜崎選手が敗北を喫している相手の要素を全部持ってる。あのレナ選手相手にやっぱりライジンのトップ選手とも十分に渡り合える、戦えるっていうのを証明したと思うんですよ。こうベテランの戦い方っていうのは、対戦相手と一回手合わせして相手の穴を広げていくじゃないですか。そういう戦い方できるのが浜崎選手ですね。例えるならですよ、テーターにちょっとほつれがあって、なんかたまにこうピョンって出てる一本の糸あるじゃないですか。取るとどん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 抜けてって、気づいたらなんかこうセーター全部取れてますみたいな、そういう戦い方をするのがベテランの選手なんですよね。なんですかね、この新百合選手のほつれ、穴を探すのがどのタイミングになるのか。浜崎選手は早い段階で相手のウィークポイントを探して、そこをどん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 攻めていきたい、そういうベテランの戦い方が見られるんじゃないかなと思いますよね。はい、どんどん行きましょう。はい、はい、次、鈴木弘明 VS 秋元京馬。これは例のあれで決まった試合ですね。まあ、秋元選手すごかったですね、はい、すごかった、本当にすごかった。18歳の化け物、39歳の鈴木選手対新鋭の18歳秋元選手、年の差21歳、20歳以上の年の差マッチなんてレアなんだと思うじゃないですか。こんなんあんのかって。ライジンの中で一番年の差があった試合は、高坂剛選手対上田美京選手、これ25歳差なんですよ。しかも高坂選手が勝ってる。直近だと所秀夫選手対広谷選手、20歳マッチ、これも年上が勝ってるんですよ。若い選手が勝つっていうわけでもないんですよね。 MMA は面白いですよね。鈴木選手もなんならシュートボクシングのチャンピオンだし、歴戦の猛者ですよ。こんな小僧に負けてらんねえよって。で、秋元選手ってやっぱ打撃が光るけれども、もともとはもうグラップラー集団の中にいましたからね。
そういうそれを考えるとですよ、秋元選手多分鈴木選手より寝技できるんですよ。だからそれを全部考えると鈴木選手はやっぱり自分の土俵である打撃部門で勝負したいし、絶対に負けられない部門でもあるので、こういろんな感情も込みで鈴木選手は打撃戦に負けられないですよね。柏木的の見どころなんですけども、これはフィジカルの差がどれだけあるのかっていうところがすごく注目なんですよね。やっぱり秋元選手ってまだ18歳なので、まだ完全にこう仕上がってない気がするんですよ。あのアメリカとかでこれアスリートとか格闘界とかでもすごく話題になって、これ永遠と言われてるこうディベートなんですけども、オールドマンストレングス、親父パワーってのがあるんですよ。例えば18歳の子がジムでどんだけベンチとか筋トレしてても40のおっさんに腕相撲勝てなかったりとか、でそれは実際科学的根拠があるのかとか、なんでこういうことが起きるんだっていう議論がずっと続いてるんですよ。でまあ大体みんなが納得する、でも答えはないんですよ、答えはないんですけど、なぜかおっさんの方が強いんですよ。いろんな経験によって自分の体の使い方、力の正しい出し方、自分の体の使い方を理解しているかしていないかになってくるんじゃないか。なので当然秋元選手はでかいし、フィジカルも強いと思うんですけれども、まあ鈴木選手の方が強そうではあるんですよね。だからフィジカルにどれだけの差があるのか、おそらく打撃の展開になったとしても絶対このクリンチの展開にはなるので、その胸を合わせた時の力の差、だからそこは一つの注目なのかなと思ってます。はい、次行きましょう。スダリオ強し VS 加藤久希、これはヘビー級の一戦になります。加藤久希選手は、ライジン1に出場している名古屋の、選手なんですけれども、打撃がめちゃくちゃ強いですね。スダリオ選手の試合を振り返って見てみると、これ性格なんですかね、相手の強い部分でねじ伏せようとする癖がある。グローリーチャンピオンにのタファに対して殴り合いを挑んでたりとか、空手世界王者に対して打撃勝負を挑んだりとか、勝負の選択肢をどういうふうにするのかっていうのがスダリオ選手の多分一つの課題になるんじゃないですかね。やっぱり加藤選手はヘビー級でも倒せる打撃を持っているのが加藤選手ですね。打撃の技術だったりスピードとテクニックは間違いなく加藤選手が上回ってると思うんですよ。ただパンチの重さとフィジカルの強さっていう部分ではスダリオ選手が当然上回ってると。この事実をもとにどういうふうに作戦を組んでくるのか、そこが一つのキーポイントになるんじゃないかなと思っていて、まあ、スダリオ選手の課題はやっぱ冷静になることですよ。スダリオ選手のスタイルとメンタリティとの冷静さがうまく勝ち合ったのがロッキー・マルチネス戦、あれは盤石な戦い方でしたね。あのスタイルがスダリオ選手の真骨頂というか、あのスタイルを磨いて磨いていけばスダリオ強しっていう選手は本当に手がつけられなくなるヘビー級になるんじゃないかなとは思いますけれども、そのためには今回加藤久希とどんな試合をするのか、どんな選択肢をするのか、でこの試合なんだっけ、なんかこうなんか似てるんですよって思ってこうワッとこう来たのがアメリカのデメリッションダービーっていうのがあるんですよ。バスとかトラックとかでロードレースするんですよ、このコート土の上を相手にぶつかっていいんです、クラッシュしてなんぼ。そんな感じの試合がこちら、スダリオ強したい加藤久希の体重差マッチなんですよ。お互いを壊し合うライジンデモリッションダービー開幕。もう一個このヘビー級の試合みんな忘れてると思うんですけども、ライジンルールっていうのは15キロ差以上の体重差があると体重の軽い選手がグラウンド状態での頭部への膝だったりサッカーボールキック踏みつけをの有無を選べるんですよ。ですので試合の前日の計量で体重差が15キロ以上あった場合は加藤選手が選べるんです、どっちを選択してくれるのか。これも一つの楽しみ方ですね、ライジンならではの楽しみ方なので、これは計量、この試合は計量の数字に注目です。はい、行きましょう。庄司 VS 芦沢流星、これは一番最初に決まったファイトカードですよね。芦沢選手の MMA ってまだ2戦しか見てないんですけども、面白いスタイルですね。ただやっぱ芦沢選手は寝技よりもやっぱ打撃で勝負したいだろうと思うんですけれども、そうなると庄司選手の選択肢次第なんですよ。庄司選手は MMA の大ベテランだし寝技も当然できますし打撃もやっぱやりますけれども、勝率の高い選択肢っていうと芦沢選手相手だったら寝技の方が絶対に勝率上がると思うんですよ。太田忍選手だってもそれを速攻でやってここでフィニッシュしてるわけなので、庄司選手はそこを選ぶのかどうか。これで打撃戦を選んだら
涙が出ますよ。お前男だですよ。でもやっぱ庄司選手ってやっぱそういう茨の道を選ぶような人なんじゃないかな、そういうファイターなのかもしれないっていうのは思いますよね。でこうさっき芦澤選手のこの MMA スタイルが面白いって言ったの、ユニークで面白いって言ったんですけど、あの前回のガイドでダウトベック選手のことをこう海鳥みたいなように例えたんですけども、あの鳥の名前はミュービシギっていう鳥なんですよ。波に追っかけっこして、で芦澤選手もあれ系ですね、ミュービシギ系です。距離感が抜群にうまいです。ヒットアンダーウェイというかアウトボクシングするので、当てて被弾しない距離にすぐ回避する。それなのでこう浩二選手は多分すごい多分イラつくというか やりづらいと思うんですよ。本当にやりづらい、本当に心理戦させたら芦澤龍生選手はライジン1かもしれないです。会見からも全部込みで心理戦をやらしたら芦澤選手は本当にうまい。対戦相手も絶対なりたくないですよ。イラついてしょうがないと思うんですよ。何やってくるか分かんないんですよ。入って引いて入って引いて、引くかと思ったらカウンター打ってきて、で組んだと思ったらもう膝の連打で、もうあの膝もやっぱすごいですよね。やっぱりしっかり要当者にちゃんとした武器を用意しているのが芦澤龍生の MMA っていう部分なので、だからそれをどういう風に庄司選手はそれさせないか、まあ、一番いいのはテイクダウンするんですけども、テイクダウンをしない選択肢をした場合、これ波状攻撃です。庄司選手は波のこう道引きじゃなくてひたすら押す、どん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 前に詰めていって詰める、そういった攻撃方法をすることによって芦澤選手のこのトリッキーな部分が攻略できるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。いずれにしろ芦澤選手もやるときはもうしっかりやる選手なので、こう男と男の真剣勝負、これは目が離せないかなと思います。いよいよ行きました。はい、ブガール・ケラモフ VS 真島和正。この試合は注目するところを押さえておけば本当にちょっとした動きでも盛り上がれるような勝負論あるんですよ。両者ともにトップポジションのプロフェッショナルっていうところからちょっと僕調べてみたんです。ちょっと柏木調べっていうのがあるんですけども、ケラモフのテイクダウン率、過去のライジンでの7戦のテイクダウン率 76.9% の成功率が、7試合で26回テイクダウンを試みて20回テイクダウン成功してるんです。真島選手のテイクダウン成功率は 68.4%、 19回試みて13回成功してます。そしてテイクダウン防御率、いわゆる TDD ですね、ケラモフ選手 100%、 過去7回にタックルされて7回とも切ってるんです。真島選手のテイクダウン防御率は 0% なんですけど、2回やられて2回とも取られてるんですけど、まあ、すぐ返してるっていう意味では、この7試合の中で両選手が背中をマットに背中をつけてる時間の合計、ブガール・ケラモフ30秒、斉藤戦で22秒、山本戦で8秒、それだけトップポジションのプロなんですよ。で対する真島選手は合計2分20秒、これはもう金原選手とやった時ですね。金原選手に2分20秒間、トップコントロールされて、でもあの時はもう完全なガス欠ですよね。もうそれでもあの金原選手は序盤全部ずっと圧倒してて、でも最後金原選手にまあ2分20秒背中をつけて、まあ、それでも負けてしまったっていう感じなんですけれども、こういう風に見るとやっぱり両者ともにトップポジションむちゃくちゃ強い、しかもフィニッシュ率も高い。ケラモフ選手が 78.9%、 真島選手が 88.2%、自分の得意なポジションに取ればフィニッシュできるんですよ。だからこの試合はグラウンドになった初手、一番最初のグラウンドの展開が一番大事だと思うんですよ。まずどっちが上を取るのか、2人ともこうテイクダウンでトップを取るって言ったじゃないですか。トップの取り方、テイクダウンの仕方もまた違うんですよね。ケラモフはシングルレッグ、爆発力を使うんですよ。もうこの瞬発力で取りに行く。真島選手っていうのは柔道出身ですから、一回胸を合わせた状態で足かけたりとか投げたりとか丁寧に倒していく、確実に倒していく、そこの差がどういうふうに影響するのか、いわゆると例えるとトップポジションを取り合うための椅子取りゲーム。最後までご視聴いただきありがとうございました。フェザー級トップ戦線の戦い、新外国人選手を参戦するフライ級など、いろんな角度から楽しめる注目のカードが揃ったと思います。全選手のフィニッシュ率は 68.1%、ペーパービューは前日11月16日までであればお得に買うことができます。それではライジンランドマーク10 in 名古屋、お楽しみに。